よし、やるか。すまん、水と。なんで俺たちを狙う？暇つぶし。ふざけやがって。野郎ども、奴に構うな。さっさと会場レストランを乗っ取れ。本当に戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。おっさん、あいつら追い払ったら、これ雑用やめていいか？いいぞ。店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前の草どもを片付けねえとな。たかがコックと侮る奴は端から下ろしてやるよ。コックは手が命。戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくる奴は怒らずこの足で仕留めてやるよ。世界一の剣、ここまで負けるわけにはいかねえんだよ。上演を出せ。俺も出る。そん高が。ジジイの宝だ。絶対に渡さねえ。よし、こっちは俺に任せろ。さあ小僧、行ってみろ。てめえと俺とどっちが海賊王の器だ。あれ、お前無理。客に飯を食わせてやるの。きっちり、お前力は。
ツ弾を使ってもらう。止めねえとまずいぞ。ただ眺めているのも退屈だ。俺も参戦させてもらおう。敵を倒すことだけ考えろ。小僧、何を目指す？最強暇なんだろう。勝負しようぜ。
凶暴な剣か。剣を振るおう。貴様らの命と引き換えだ。程度の力なんかいつ武器ならもっと高め、ね、哀れなり弱き者よ。小僧、名乗ってみよ。ロロノアキゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強。もう十分に楽しんだ。俺は帰って寝るとする。そんな邪魔が入ったが大したことはねえ。野郎ども、見せず船を乗っ取れ。頭にねえ貴様は猿同然。ふけ、猿を舐めると引っかくぞ。強い弱いは結果が決めるのさ。馬鹿正直に相手をしてやる必要もない。会場レストランを奪え。させねえよ。何か仕掛けてくる気か。その前に潰してやる。おめえらはこのドンクリークに逆らった時点で死ぬことは決まってたんだ。頼むぞ。猿でも学習能力があると聞くが、二度も突っ込んでくるとはそれ以下だな。これは
勝利のみを目的とした戦い。手段は何だって構わねえ。どこまで逃げ切れるか見ものだな。
手に笑うのは常に俺だと決まってる。ゴムゴムのバズーカー効かねえな。ゴムゴムのバズーカー疲れるな。下は海だぜ。勝負あったな、金槌小僧。今度こそ終わりだ。ゴムゴムの。あいつらは？はい。そうか。俺。いや。おい、なん。